時か、バックストレッチ誘導員をかわす1番の田口、後方から4番の小野が上がってきます。小野が前に上がって残り600の鐘、中段キープは1番の田口、4番手に入りました。後方に置かれた7番の石井が現在は6番手。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周です。4番の小野が後ろを見ながらペースを上げる。7番の石井が巻き返してきた。2番手から一気に4番の小野に並びかけようというところ。4番の小野も懸命に抵抗するが、外から7番の石井がねじ捨てにかかるが、しかしここは車が出ていかないか。7番の石井、4番の小野と並んで、まだ踏み合っています。バックストレッチから3コーナー。4番の小野が7番の石井を出させない。7番の石井は交代。2番手は2番の本間、3番手6番で4コーナーから直線。外から2番の本間、外から6番の丸もやってくるが、2番の本間がゴールイン。